負けられない。ガッサメの発動しかできないですよ。今日は最終回だから対決するそうですよ。あらまあ、なんすかなんでそんな棒読みなんすか。抽選をしても多分そこには誰も来ないだろうというような機種になる。なるほど。はい、009。はい、おはようございます。おはようございます。さあ、なんと今回最終回です。あらまあ、ダイラさんちゃんとやってよ最後ぐらい最後ぐらいちゃん なんすかその台本に書いてあったかのようなガリゾーあらまあってなってるみたいなのやめてくまっていいっすか。あ、俺リュックしょったまんまなんだけどまあいいや、もう忘れてましたけど、はい、そうなんですよ。今日いろいろ都合があるらしく、はい、最終回です。私、はい、どもはですね、サイドセブンの YouTube チャンネルで2番組ほどやらせていただいてますけど、そうですね、両方ありますね。そうですね、多分ねお金の問題だと思う。そうですか、はい、あんまりそうで言わなくて、いや間違いなくさっきね、なんかね最終回的なの多くてね、他のところでも、なんかこう多分そういう天気なのかなっていう気はするんですけど、はいはいはい、その度にお金の問題だっていう話になってるんで、多分大体どこも今のご時世はきついんだなっていうのは、そうですね、非常に感じるところでございます。というわけで今回ね、急ですけれども最終回ということで、まあ、プレゼントをさせていただこうというような企画でちょっと前にリニューアルしたばっかりで終わってしまうというのがですね、はい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 、非常にね、忍びないのですが残念ですね、まあ、今回は最終回なので2人でバトル、はい、という形になると思います。まあやっつけですねなんかね、うん、頑張って盛り上げようとしてるんで、なんかね内情全部言っちゃうから、いやいやいや、もうしょうがないじゃん、だって分かるじゃないですか見てる人はどうせね今のご時世だったら、はい、なので、バトルして負けた方が飲み代をおごるという、はいはい、ざっくりした流れになっております、はいはい、なのでおごってもらえるように頑張りましょう、はいはい、そうです。というわけで今回は、将軍西小山店さんの方に来ております、はい、前回と同じ、あ違う、はい、もう一個の番組と、もう一個の方の番組と一緒ですね、はい、前回とは違いますけれども、なんかありますか、私はここは研究済みなんですよみたいな。特にないですけどもないのね一応今日こちら月一の特技なんですよね、うん、はい、そうですそうです、はい、でまあいろいろ設定状況的なところが割と具体的に見えてるところがあるので、はいはい、そうですね、あとはじゃあそれに当てはまる台がどれなのかみたいなところを探すっていう日ですよね、はい、そうですよね、はい、まあだから今日はちょっとここのとこやってたのと違って立ち回りをする形になるので、そうですね、うん、なのでまあお互いの持ち味を生かして頑張っていきたいなと思うんですけど、はい、まず 6.5 号機が全くないんですよ AT 機はね。そうですよね、はい、で、ノーマルタイプもじゃあ仮にノーマルタイプとかもジャグラーとかの台数も結構少なめなので、うん、なんですかね、今日のお客さんの数もそこまでは多くないんですよね、うん、だから最近やっぱこう 6.5 号機で設定がどうこうっていうよりもこう突っ込んで出すみたいなのがやっぱでお客さんが増えてるホールが多いから、まあ、そういった意味ではなんか平和に戦えそうなお店ではあるな、そうですね、うん、思いますので、ただ、まあはい、並びが17人だったので、うん、私はその周りの挙動を見ながら押し引き決めていこうかなと思ったんですけども、はい、そこまで周りの挙動見れなさそうですもんね。そうですね、まあ、以前にも一度この2人でこちらのホールでこの日にやったことがあったんですけれども、まあそこまでやっぱ序盤の稼働が良くないので、そうですよね、見えないまま終わってしまうといったパターンもあったんですけど、でもまあそんな中でもなんか良さげってぐらいには毎回座れてるイメージはありますから、そうですね、まあ、何かしらいい台に座れるんじゃないかなと希望的観測込みで、はい、思っておりますんで、じゃあ早速実戦の方行ってみましょう、はい、ラストバトルです、はい、頑張ります。ございます。3台以上の2機種が、前台と思われる中、あとは2分1系サブ1系、あとバラエティもいろいろあるよっていう中ですね。だからできれば3台以上設置機種を狙いたいんですけども、なかなか的を絞れないところもあるので、これを行こうかと思ってるんです。私なんでかっていうと、まあ、下で甘いと3台あるのと、ある程度空気が見えるっていうのと、まあ、いろいろです。別にこれに入る自信があるわけじゃないんだけど、あと見つかるまでにいっぱい喋れるし、なので行こうかな。普通に行くなら
ットカメラ行った人いましたね。もう一回やってみます。いやでもな、やっぱ普通にチャバクラ打った方がいいのかな。なんかニューパルサーが全部良さそうな時とかもありましたよ、過去の見てると。日暮らし、あ、サンダー打つんだ。ここバラエティでしょ。バラエティの花火が、あれ場所変わってんじゃん。やってみる？いいかどうか試しに。というわけでサンダービーライトニング、まあ、なんでなんだと思われる方もいっぱいいるでしょうけども、まず3台以上設置機種で、まあ、下の甘さを保険に、様子見しながら打っていける機種がこれしかないんです。 あとは、まあ、他にも一応下で甘い系はあるんだけど、例えば後ろにある日暮らしとか、でも日暮らしは2台しかないんです。なので、まあ、前台系を狙うってなると3台以上設置機種と思われるのでこれぐらいしかないんですよね。なのでこれで様子見ながら、午前中は、できれば状況把握優先で、だからまあちょっと打っては様子を見に行くような展開が続くと思います。まあ、あとおそらくですけども正解はね5、6なんじゃないかなと。だとしたら、上下がはっきりする、役のあるものが欲しいなと。でこれ例えばライジンゾーンがレギュラーの1枚役が2回成立以内でライジンゾーン入れば2以上確定だし、まあおそらく今日この条件で2を使う意味があまり感じられないので、まあ、きっと2以上確定が出れば5、6なのかなっていうのもあるだろうし、だからまあ今日対決ということで極力負けずに高設定イコールまあ勝ちを狙っていくってなるとこれが最善かな。はい、ではバラエティコーナーですけどもやってみたいと思います。まあリセットを取りに来てるだけの可能性もあるからな、このバラエティの人たちは。まああまりこう過度に期待せずにやっていこうと思いますよ。じゃあ最近打つ系の機種がね、何にもないんでね、まあ、なんかこう戻っちゃってる感じになってますけど、ガメラ打つかアイム打つか窓か新編打つか、まあこれ打つか。ガメラもそっちの収録ではガリさんと隣同士で打ったんですけど、まあ、僕のは良さそうでガリさんのは良くなさそうでっていう感じでした。まあ、ちなみに負けたんですけど、だ僕もこの台ちょこっと打って、まあ、ちょこっとです本当に、あの最初の感触が悪かったらあの複数台数あるやつやってみようかなとは思ってますよ。お、なんだよそれ。あ、当たった。テンパった時点でね、46ゲームは1000円ですね。レギュラーい出ましたね。まあでもただ打ってるだけでも手持ち無沙汰なので、まあその機種の思い出でも喋りながら状況把握できるような状態になるまでの時間をちょっと潰そうかなっていうのもあって、まあ、私は歴代打ったトップ3がの機種がこれの初代なので、まあ、話せることもいっぱいあるかなっていうのもあります。まあでも思い出話をする前にこのサンダーブライトニング自体のお話をしていくと、まあ設定推測要素はアクロス系の機種にしては珍しくですね、ボーナス確率が割と大事、特にレギュラー確率ですね。
あんまりアクロス系ってボーナス確率での判断があまり意味のなさない機種が多いんですけども、サンダーブイライトニングはレギュラー確率の設定差が割と大きいので、データカウンターにあるそのボーナス確率の数字からでもある程度見えてくるところはありますね。あとは通常時の、ベル確率、通常時で見るところはそれぐらいかな、主に見るのは。あとはビッグ中に、まあ、これがでかいんだけども、ハズレが出ると、5,6 濃厚に、超濃厚になるんですよね。本来サンダービーライトニングのビッグ獲得枚数は、枚数調整しっかりやると251枚なんですけど、それがね249枚になるんですよ。こちらのお店何かね、いわくつきじゃないけど、ちょっと注釈が1個入る台がやっぱりねすごく強いんですよ。っていうのも寝台とかね、純寝台とか、あと移動台とかねの平均設定が相当高いんじゃないかと私の中では見えたので、例えばまあ今日ある中だったらガメラとか、でもねガメラね2台設置なんですよね。だから今日 のなんだ、取材的なものとはね合致しないんですよ。それがねちょっと悩ましいポイントではあったんだけど、ここになってならない、まだわかんない、まだわかんない、ほらカロンカロン、おおカロンって言ったいやただのリプレイかもしれないけどね、これだけでも楽しいんだよ。カロン、あいあいあい、よくこうならない、あーダメかー。あれさ意外だったらサンダーはね、うん、まあでもね三大島ですしね、可能性としてはやっぱいいのかもしれない。おおびっくりした、なかなかないよこんな名前入り、すげえびっくりしたこの77テンパっても外れで毎回出るデビューですから、これもうなんもない。もうこのギャこの主人じゃないや、あの外しナビの時僕は中身ギットを押す癖があるんですよ。でもずっとそうしてるんですけど、この癖のせいでハードボイルドの外しの時に何回もミスって中から押して外せないってなってるんで、もう花火からもう逆押しに変えようかなと最近思ってるんですよ。やばいっすよあれ、だって1回外しミスったら150枚とか損するじゃない。それをもう3回ぐらいやってるんですよ。だからこう逆から行く花火でもね、そういう癖をつけとかないと、ハードボイルドのためにそうしないといけないな最近思ってる。いや本当にえぐいあれ、いくら損したか分かんない。入れよ、お揃っちゃえ、ほら2回出てくれました、よかったね。あ、3回出た、あらあら、ちょっと期待していいんじゃないの。はい、やっていきましょう。ゲーム中ハズレ3回出てベロもよく出てますね今んとこ。今んとこってまだ全然増してないんだけど、100ゲームしか売ってないけどいいと思います。レギュラー中も2回ね1枚役出たしね、ガメラに一目散に行った人もいましたからね、まあ多少期待されてるのかもしれないですよね。47ゲームまたリプレイからですね。まあ、通常時の風鈴、特に A、RT 中と
まあ、ほぼそこにで、あとはキスグスに絡めて見ていくんですけど、まあ、ほぼ不倫 A だけだろうなっていう感じですね。あとはまあ当たる当たんない問題も若干はって感じですかね。当たってたらよしで、当たらなかったら食っても分かんないっていう、まあ、結局マイナス方向の考え方になっちゃうんで、あんまり当たる当たらないは意味ないかなっていう感じはしますけど、まあ、当たるに越したことはないですよ。これはサンプルも取れるしね、出玉も出るしね。当たってる方が早くやめやすいっていう、こう不思議な矛盾のあるね機種ですから。新花火の場合はね、風鈴を体感いいとかってやっちゃうとダメなんで、ちゃんとユニメもやんなきゃダメですよ。体感いいなっていうのが間違ってるとは思わないんですけど、その人それぞれだけどね。でも体感良くてもただ風鈴 B がいいだけのことも結構多いんで、 A は悪いじゃんっていう。まあ重要すべきはどちらかといえば全然 A なので、だから体感いいだけで済ますのはちょっと論外ですね。まあ偶数挙動しましたけど、ベースが設定2の可能性は十分あると思うんで、まあ、よっぽどちゃんとゴリゴリに内容も良くなってほしいなとは思ってますね。もう偶数挙動するなら、まあ1回目のビックリちょっと結構斜め出たんで、一応そっち意識でいこうとは思ってますけど、まあ午前中は状況把握に時間を多く使いたいので、今ガメラがね2台中1台動いてるんですよ。レギュラーボーナス引いたりとかしたら、私ちょっと遠巻きにキャラクターチェックしに行きます。一応左後ろのねドンツーも動いてるので、こちらもビッグ引いたら花火とか見させてもらいますけど、ただねドンツーも設置2台なんですよ。だから前代系の対象ではないと思われるんだよな。そう、あと機種だけじゃなくて、今日はね、末尾がね、何かしらの末尾が2分1の可能性もまあまああるんですよ。なのでその辺も気にして動いていきたいんですよね。だから午前中はできる限り状況把握優先でしたいんだけど、状況把握できる頃には私もう無一文になってる可能性あるんだ。何も当たんないぞ。まあでも1でもほぼ 100% あるので、第一的なところではそんな不安視はしてないんだけど。おう、まあ、ただドココーン単 V ショート、しかも帯電、右上段下段 V どっちに止まってもボーナス確定です。どっちかに止まって、よっしゃー、これはベルオアボーナスなんだけど、横コーンプラス2ショートはベルないんです。つまりボーナスってことです。 V 狙ってもいいんだけどな、まあ V 狙うか。226ゲームで投資が8000円で、どっちだ、赤ビッグかレギュラー、まあレギュラーだろうな、ですよね、レギュラー、レギュラーは8回役が入賞、何かしらの役が入賞するか12ゲーム消化で終了なんだけども、まあ、全部15枚で取りたいんだけど、たまに1枚役が成立するから、その1枚役は取りこぼすと、1枚役取りこぼすときはやはりに3連 V に狙えば取りこぼせる。で、4回成立、これ4回差あるじゃないですか、4回差だから5回以上1枚欲が成立したら、その1枚欲は取った方がいいんですよね。でこれの1枚欲をなんだっけ、私ねメモ帳に書いてあるんだ。メモ帳にね1枚って入れたらね、いろんな機種のね1枚欲出てくるでしょ。でこれをねサンダー V ラトニングはバーバー V ですね、はい、だから取ると、5回以上成立したらバーバー V を取る。で、この1枚役成立確率に設定差、これ最初は取りこぼすんだけど、設定差があって、設定12で 7.0、 設定56で 5.8 か、だから成立した方が高設定の可能性が高まる。でこの1枚役が、2回以内成立、今1回しか成立してないでしょ、2回以内成立で、レギュラー終了後にライジンゾーンっていうのに入った場合は設定2以上が確定するので、ここです。もう入ったらもう
2畳ですよこれ。いきますよ。あーダメだ。末尾っていうことはこの当たりの台を探すヒントにもできるけど、外れの台を探すヒントにもできるっていうことですよ。これはあんまりね、末尾狙いやってる人であんまりね考えてらっしゃる少ないみたいなんだけど、当たったな。4コマ滑りでバー振ってきてリプレイ揃わず。ただだとしたらなんで4コマ滑ったんだ、バーが成立してるからイコールレギュラーだと思います。74ゲームで追い戦なしで多分レギュラー、多分レギュラー。あとちょっと待った、左の左後ろのドンちゃんが、ビッグ引いたので、そのビッグの中身もなんで、じゃあ、あ、へえ、あそこからちょっと待った後ろの液晶を見たい。楽勝だぜはなんだっけ、さっき楽勝だぜって言ったんだよな。いや、確か偶数だ。74ゲームビッグ消化は横コーンが鳴ったら1回だけ逆押しで左リールに3連 V をビタ押し、1回やったらあとはずっと、順押しするか、でも最大獲得枚数なんだけども逆押しをしていると、中段ベルの数を数えてくれるし、ユニメモが勝手に数えてくれます。今のところ奇数だな。奇数に偶数に数えるか。なので、設定推測偶数奇数を見極めるためにも1枚横を取った後も逆押し推奨で、こうやってベルが中段ベルが転廃したら出した時に3連 V を押しちゃうとさらに獲得枚数が減ってしまうので左リールにはバーを狙うと、枚数調整せずに済みます。中段に転廃したら毎回こうやってバーを押してやる。これが面倒な人は、単 V が来た時に逆押してトントントンってやってると自動でバーが出てくるので、こんな感じですね。前ゲームこれやってれば別に特に、1回1回狙わなくても私はこれが一番楽だと思ってます。で、別居終了時は、毎回ライジンゾーンに入るんですけども、ライジンゾーンが、偶数ゲーム数20、40ゲーム、60ゲームで終わるか、奇数ゲーム数30ゲーム、50ゲーム、70ゲームで終わるかで設定の偶数奇数の振り分けがあります。で、このライジンゾーンっていうのは、チェリーやスイカを完全フルナビしてくれる状態なので見落ちが楽になりますね。これが、チェリーやスイカのある可能性がありますよ、だからちゃんと小役目押ししてくださいねっていう。だからここフラッシュしない場合は 3V 上段ビタ押しでもいいんですよ。ここビタ押ししちゃうとスイカこぼすんだけど、スイカがないからここフラッシュしてないからね。だから何だったら3連 V を狙ってもいいし、私はこのライトニングのリーチ目はそこまで網羅してないので、やっぱり大人ゾーン中もまあ通常時よりはだいぶアバウト押しになるけども、単 V 赤7を交互に狙いますけども、あとはライジンゾーン中はボーナスも準完全告知になるので、まあ、見逃しにくくなりますね。この両脇の白がつくと、リプで重複したかもよっていう合図ですね。さあどうだろう、これが準完全告知っていう意味です。完全告知じゃなくてリプレイ重複したゲームで告知されてるわけじゃないですよね。これが準完全告知というやつです。さあどうだ、ダメか。ちなみにこのライジンゾーンのゲーム数がゾロ目ゲーム数で終了した場合は何かしらの高設定が確定します。何かしら設定いくつだったかな、設定6じゃなかったかな。あと2ゲームで40ゲーム、
これで終われば偶数挙動。さあどうだ。ほ、お、終わんない。あ、終わった。40ゲームでライジンゾーン終了、つまり偶数挙動ですね。1じゃなければ期待できる状態なので、これは加点要素ですね。お、こんな当たり方もするんだ。43ゲームで、43ゲームでレギュラー、いや違う、 V ビッグ、 V ビッグいいな。集団ベルは少ないんだよな、夜行集団ベルは。つまり奇数、これこれこれね、本当奇数挙動だな。ここはあっさりね249になってくれてもいいんだけど、そうすりゃね一発で決まりだから。これで40ゲームライジンゾーンがね。どうだ、うん、やっぱり偶数挙動だな。40だから、この間あの打ったカメラが4っぽかったってことを考えると、まあやっぱこうマックス制御は中途半端になところを入れてくるタイプなのかもしれないので、そうなるとまあ使うのは5だよねってなるし、入れてもね、だから必ず6入ってるでしょっていう気持ちでいくのはちょっと危険かなと思うんで、まあ偶数挙動したら悪くても2だと。でも内容すごく良ければ続行して、悪ければなんか打てるだったら他に移動してっていう感じにしていこうと思ってます。まあ、僕はね、あのガルさんはほらノーマル多めだけど一応こうオールラウンダーじゃないですか。別に AT 機だってやるしね、勝てる状況があればそれに合わせるタイプだけど、僕はもうあの専門店だからね、他やることはほぼないので。さあ、なんか言うほど回らなくなってきたなって言ってたら風鈴3連くれた。あらら、やだやだやだよね、最低です。まあでも花火はずっと変わらず楽しいね。飽きるとか飽きないとかってそういう境地を超えてるもんね。別に喋ることはないんだけどさ、ないんだけど打ってて心地はいいですよやっぱ。うん、まあね、レギュラー値がめんどくせえなってのはあるんだけど、まあ、そのめんどくせえのもだから僕らみたいに長く打つタイプの人間はめんどくさいかもしれないけどね、ちょっとお仕事帰りに少し打ちに来ましたっていう人にとってはめんどくさくないわけで、ちょっと目押しやっとるぜっていうね気で打てるわけで、はい、レギュラー臭さ満点。お、ビッグドット、何ゲームだ。今回もですね斜め多かったですね。右から押す癖をねつけとこう。いやつっても何年中から押してんだって思うんですね。本当につい押しちゃうんですよ、本当にハードボイルの時も。うーわーってもうこのまま固まってるからね。でも一応多分そのハイパービッグの性質を見ると中のあと2択当たれば外れるっぽいんですけどと思うんだけどな。全然関係ない機種の話をしてるけどね。ハイパービッグだと外しがいらないんだけど、外しがいらないとき、あのジャックリプレイの時のナビは必ず中から出るんで、中の後2択なんじゃないかなと思ってるんだけど、どうなんだろうなっていうような他の機種の話でした。そういう新しいやつが打ちたいですよね。すげえ面白いでしょあれ。お、外れ出るね、2回出てますね、3回出てますね、めっちゃ出るじゃん。あら、ちょっと4回じゃなかったね。いやいや、すごいね。ちょっと期待しましょうか。じゃあガリさん得意の比率23対6でございます。いいですね。最近新花火は比率を数えなくなりましたね。あんまり
RT 中が当てにならなすぎてそれで捨てちゃう可能性の方がちょっと怖くて、最近はあとはそのなんだろう、下打っても甘いっていうのがまずでかいんですけど、その最近あんまりこれ使わなくなりました。もうあの完全にユニメモの数字だけでいっちゃおうみたいなところがありますね。この間バーサス打ってたらバーサスチャレンジみたいなのあるじゃないですか、あのリプレイとかチェリーから行くやつ、あれ引いて、 あれ引いてとかあれに行ってこれしたんですよ。行って次ゲームでトグリップ引きましたよ。だから要は外れのバーサスチャレンジ行ってバーサスチャンスだっけ忘れたけど、チャレンジだから、あれ行って次ゲームでたまたまビッグ引いたっていうやつ。ちなみにトグリップ引いた時のここの表示、おお斜めだ、この表示は外れとベルでしたね。で枠にバー止まって、あれって思って当たったんじゃねえと思ったらトグリップでびっくりしました。そういう、あ、当たった、そういう偶然もレギュラーかな、起きると、気は起きるとレギュラー77ゲームはなし。1とかね、2とかでもね、特に2とかなんかだったらね、全然こう半日ぐらいずっと当たり続けるなんてこともありますからね。別に当たってるからといっていいわけではない。全然あるよ。まあそういうことが頻繁に起こるっていうのが、まあ多分その甘いたるゆえんなんでしょうね。甘いと言われるところですよね。ああだった、レギュラーくせ。あれ、17ゲームかな。7丹波ドン、あドンでしたけど、あれリーチ目じゃないです。だからこれ出なかったら気づかなかった。さっきの77でぶっこんじゃったやつもこれじゃ全然熱くないんで、多分ね演出がなかったこと考えても多分同じだったんじゃないですか。無演出ロケットっていう当たり方だったんでしょうね、両方とも。めちゃくちゃ外れんなこれ、これ本当にあんのかなって思えるぐらいですね。いきなりほらこれあんじゃねえの。まあまあ当たったんじゃない。当たってねえの、外れ引いたの。たまたまひどいな今の。今のはひどいな、なんかショックだな。外れ出すぎだよ。やばいな、もう RT3 回で外れもう10回出てますけど。いや今のは普通当たったんじゃねって思うよな。60分の10ですね、28対10、えぐい。ドンちゃんがびっくりした。よし見よう、反射で見よう、反射で、スマイル。今んとこ1対1、あ違う、奇数7偶数6、左後ろのドン2のビッグ中ね。これでちょうど500ゲームだな。まあまだ全然わからないですけども、一応ユニメも見てみますか。ベルエ 11.1、 弱いな。ビッグ中中端ベルも、奇数よりです。おさっきのリプレイのサミダレで入ったんでしょうね。284ゲームいやー、
1万役も出ないしな。5、6だったら 5.8 分の1なんだけど。ファイディンゾーンにも入らず。この島にある1番はガメラ、日暮らし、これの3台だけです。見えてきている松見狙いに切り替えた方が、賢明かな。おお、2ショートしてる。当たりました。これ風鈴化ボーナスなんで2ショートしてほしいんで当たりです。でしかもドンビッグなんでこのまま揃えますね。204ゲームしかも2ショートで当たる。すげえ本物集あるなこれ。豪華タレントたちが多数出演、人気テレビ番組が YouTube で見れる。充実のラインナップで配信、毎週火曜水曜配信。ウイチとヒカルの面白いテレビ、毎週木曜配信。魚拓と男性の月とすっぽんぽん、毎週金曜配信。どうにか貧乏家族、さらに第3第4月曜サイトセブンカップの最新大会を配信。 YouTube オリジナル番組未公開シーンも定期で配信予定。メンバーシップに登録して限定動画を楽しもう。リクエストもどしどしお寄せください。サイトセブン TV。